問。私は中高一貫校の中学に息子を通わせている保護者です。英語はこれからの時代必要になってくるものだと考えています。中学校の英語の学習について調べている間に川原塾のホームページにたどり着きました。子供には英語をきちんと勉強してほしいと思っているのですが、我が子供の学習のことに口を出して英語を嫌いになってしまうのも良くないなと、心配しております。息子が英語好きになるように保護者の立場から何かしてあげられることはありますでしょうか。ぜひアドバイスをいただければ幸いです、ということですね。はい、英語ですね。ホームページ英語を探してたらホームページに来たという、そうなんですね。はい、なんでそうなったかわからないんですけど、ありがとうございます。大切なことは英語をね、文法の道具にしないことだと思うんです、中学生は。で、例えば僕がやってること、簡単に言いますね。英語は言葉なので丸暗記させます。丸暗記、ただこれだけなんですよ。で、それが結果的に一番いいということ。例えば僕たちが日本語を話すときに、私は昨日東京に行きます。あ、間違っちゃった、昨日がついてるから過去形で行きましたら、なんてやらないよね、やらないよね。僕は昨日東京に行きましたという文章を頭に一気に出すわけですよね。これも英語で同じで、ただね、英語を学ぶ日本人は何をやってるかというと、学校で何をやってるかというと、私は、行きました東京に、じゃなくて、私は東京に、行きますな、みたいなね、そういうことを順番を教え変えたり、あと、昨日イエスタデーがついてるから過去形にするとか、そういうことばっかなんですよ。で、これってやってるとつまんなくなっちゃうね。なので、普通の勉強をさせると面白くない感じがする。ホームページに行き着いたんでしょ。ホームページにこれがありますので、これの音声があるので、その音声に従ってお子さんにかけてあげてください。ちょっと僕はちょっとした文法のことは言いますが、これをね、音声で僕やっていきます。ペラペララジオっていうんですけども、音声です、音声でやるんですね。はい、例えばここに、I'm not hungry というふうに音で覚えていくというやり方、これをぜひやらせてください。The book on the desk のようにリズムに合わせて音でやっていくという、これはまさしく僕が英語を学んだ方法なんですけれども、ここに教えている何がいいんだけど、一番大切な軸となる文章を99個選んで、そして、それにがあるわけです。これ普通の人はこれただこう見ていくだけだと思うんですけども、これを丸暗記する。これが一番、英語の勉強です。で、これは学校でやるようにつまんない勉強じゃないので面白いです。皆さんここにやってる人も、もう今日は今週はあるのかないのか、毎回もうワクワクしながら待ってる人たちばっかりなんです。で、そういう風にして勉強させていくといいですよ。これぜひおすすめですね。中学英語文系を使った早朝のペラペララジオ講座、ホームページの KJ チャンネルのところをピッとマウスを置くと、下にサブタイトル、中学英語でペラペララジオ講座というね、このようなメニューが、サブメニューが出てきます。そしてこれをピッてやると、このようにほら、毎週木曜7時10分から7時半というのが出てきて、ここに31回までもうデータが詰まってるから、これだよ、これをね、31回まで詰まってる、まだあと3倍あるわけだ、99回あるからな、3倍あるわけです。ここをダウンロードしてスマホにぶち込む、そして31回をやると聞こえるからね。で、そしてこれを聞くと、これを聞かせてあげてください。ぜひね。はい。ホームページの、もう一回言うよ。KJ チャンネルのサブメニュー。中学英語でペラペララジオ講座。これは、僕が一生懸命、やってきたやつです。
忘れないようにね、これずっとやってきたやつよね。はい、毎週毎週保護者の立場からできることはその程度のことです。まず間違っても英語を教えたりなんかしないでくださいね。あ、英語ができる方でしたらともかく、英語がネイティブのようにできる方でしたらともかく、間違ってもお母さんたちが英語を教えるなんてことはしないでくださいね。めっちゃ発音悪くなっちゃうからね。豆吉聞いてますよ。ありがとうございます。めっちゃ発音悪くなっちゃうんで、絶対に教えないでくださいね、英語はね。お願いしますよ。それはもう僕は、言っておきますね。いや、できる人は別ですよ。できる人は別。帰国子女とかそういう人は別ね。はい。中途半端に英語を学んで、変な発音で教えちゃうと、豆吉のところのあれだよ。オカメインコちゃんみたく、正しく覚えちゃうからね、その間違ったやつをね。はい、質問。なぜ英語を勉強するのでしょうか。大バタ英語だね。なぜ英語を勉強するのでしょうか。総長先生はそのように聞かれたときどう答えますか。今では AI の技術も発展し、英会話もスマホを使えば翻訳できるなど、自らの英語力がなくてもどうにかなる時代となりました。これからの子どもたちの英語学習の必要性とは何なのでしょうか。総長先生のご意見を伺いたいですと言ってますね。はい。基本的にそうですね。英語ができない、場合でも、翻訳機が非常に翻訳こんにゃくしているので、いい、良くなってきてますね。はい。で、実は翻訳機をちゃんと使える人は英語ができる人なんですよ。で、英語が全くできない時に翻訳機を使うと、なんとかなりますね。なんとかはなるんだけども、英語を知った上で使うと、この翻訳、その、例えばね、翻訳されたものが意図しないものもあるわけだよ。で、そういうものっていうのをね、監視できるわけ。英語力があるとね。で、その英語力があると、その監視ができて、そしてその部分をちょっと変えながら、これじゃない、言い方変えて、別な方法で伝えてあげるということができるようになるわけ。で、結局何かというと、英語ができない子が翻訳機を使うじゃない?使い切れないわけよ。で、そこまでカバーできるようなレベルの翻訳機っていうのは出てこないことはないと思うんだけど、そのくらいは人間がアシストしてあげなきゃいけない。と僕は思ってます。で、AI にできないことっていうのはそういう、何それ当たり前じゃんみたいな。例えば、あるじゃないですか。なんかこう同じ言葉でも全然違うところにね。なんか訳されちゃうみたいなのあるじゃないですか。そういうものを当たり前のことをね、監視してきちんと正しいものを伝えられるっていうのは、翻訳機を使っている、使用者が英語の感覚がないとダメなのね。で、英語の感覚ってすごく大切なので、でこれからは英語を例えば話せなくてもいいわけ。話せなくても別に構わないんだよね。正しい英語で翻訳機がこう言ってくるからそれは構わないんだけども、でそれよりももっと大きな意味で英語のマインドセットなんだよね。英語全体を見れるような、こういう時はこの表現じゃいまいち違うなとかね、もっとすごく英語全体を俯瞰できるような人能力がないとなかなか難しい、細かい、作業になってくるとね、大した挨拶程度だったりはないですよ、別に。ただ挨拶程度なんていうのはやっぱり翻訳機なしでやりたいじゃないね。めんどくさいしね、細かいしね。なので、そういうことで、英語っていうのは、一標準、世界的な標準語となってますので、そういう意味では、やっぱり、必須なんじゃないかなと思いますね。ただ、もう一度言いますよ。話すことは必須じゃないですよ。ペラペラに話すことは必須じゃないですよ。かっこいいからね、話しても別に構わないですね。構わないんですよ。それはいいんだけれども、ただ、そういう流暢に話すとか、そういうところに視点はいかなく、もっともっと大きな意味で、英語を相手に伝えるコミュニケーションの手段として考える場合ね、はい、発音とかそういうことでもなくなってくるんじゃないかなと僕は思うんですね。はい。
なので、まあ、英語の学習を、だから AI があるからやらなくていいということではなく、翻訳機をうまく使える。あとはね、ビジネス英語というのは、あれ今、Google でほとんどできますよね。メールで海外の人に渡してなんかしますよね。まあ、そういうことがあるんだけども、実はそのメールでさえも、英語を母国語とする人でさえも、表現がおかしい英語ってたくさんあるんですよ。で、これグラマリーっていうウェブのアプリみたいなのがあるんですけども、で、僕もそれ使ってますけどね。で、表現的にそうじゃないというものが結構あるよね。で、それは、母国語の人でさえもそう、直されちゃう。僕たちが日本語を直されると同じですよ。あるじゃないですかね、そういうのね。そういうもっともっと大きな意味での言語を全体的に見て修正していくというものが AI 時代には僕たちの役目だと思ってますね。